ドックライストチャージ大聖堂なんですけども、今補修工事してて、こういう感じで枠があるんで中に入りません。てか工事中ですしね。なんか昔はもっと野ざらしみたいな感じだったみたいなんですけども、まあ、ちょっとね今後修復する前どれぐらいかかるんでしょうか、気になります。こっちからでもね修復の様子が伺えるんですけども、果たしてねどんな感じになるんですかね。あそこでね元々の跡がありますけど、結構全面的にリニューアルしちゃう感じなんですかね。すごいな、こっちだとちゃんと見えますね、ちゃんと建築っていうか修理してる感じですけども、ね、昔だったらもう結構大変だったと思うんですけど、まあ、今でもねなかなか時間とかすごいかかると思うんで、すごいと思いますね。建物もなんか廃墟っぽいんですけど、まあ、おそらくこの建物もそうで、こちらも同様だと思うんですけども、お、空もいた。さっきのとは違うのちょっとですね、さっきよりもちゃんと本格的な感じで、すごい可愛いな、いいですね。なんかね街全体がね平坦なんで、すごくねいいですね、歩きやすいですね。これはねなんかこんな平坦な街はニュージーランドもここぐらいかもしれませんね。今後北島行ってどうなのかわかんないんですけども、すごい、いいですね。町の近くにね川が流れてますね。なんかねちゃんと芝生もあって、都会なんですけどもちゃんとあるのがねなんかすごく癒されますよね。雰囲気はいい。あとね青い空も発見しました。まあ、3種類ぐらい見かけましたけど、あ、これ止まるのかな。ちょうど止まるんだ。さっき当てしましたね。まさか撮影してるところにちょうど止まるとは思ってなかったんで、ちょっと恥ずかしかったです。ここなんかアートセントルみたいなんですけども、ここもなんか工事中みたいですけども、改修してる建物がねなんでこんなに多いんだろうな、不思議です。アートセントルの中入るとなんかねこんな感じになってるんですよね。すんごいおしゃれ。なんかね全部色が統一されてるからねすごく綺麗ですよ。この絵どうなってるかちょっと動画だと見づらいかもしれないですけど、細い線でこのアートをね釣ってますね。これ面白い発想ですね。すごい。さっきのアートセントルの中ねまだねいろいろあって、こっちにも建物あるんですよね。結構ね広いっていうか結構ギュッと詰まってるような感じですね。面白いですね。そっちの方もちょっと行ってみます。こっちは裏口みたいになってますね。こんな感じで、なんかすごいですね。こっちのもそうだけど、この全体がね統一感があってとてもねいいですね。これはね見る価値ありますよ。川もですね、まあ、都会にあるとは思えないほど透き通ってますね。なんかね向こうの方でねもうちょっとね行けるとこあるんですけど、すごいなんかね綺麗です。このね川沿いのとこにですねこれ近づけるこういう場所があって、これね本当に川のスレスレまで行けるんですよ。いやーいいですね。これ街中にこういうのは本当にいいですね。なかなかね見えない光景だなと個人的には思いました。なんか門みたいなとこがあるんですけど、そこの橋のとこもねちょっとね行ってみようと思います。なんかねいいですね。クライストチャーチね坂がないんで本当歩きやすいですね。だなんかここなしか歩いてる人がすごいゆっくりで世話しなくないんですよね。だからねなんかのんびりした感じがします。なんか結構海外はね都会だとね結構みんな早く動いたりするんですけど、この街はそんなことなくてすごくね雰囲気がいいですね。なんですかねこの門いいですね。なかなかブリッジオブ一応橋なんですね。ちょっとねもうちょっとね下潜ってみましょうか。ブリッジオブレンブランスだからなんか記念碑とか慰霊のあれですかね、戦争のね、そんな感じしますね。で、こっちの、まあ、川があって、
で逆も、まあ、デザインはほとんど同じかなって感じですかね。もうね、いいですよ、素敵ですね。クライストチャーチで教会といえば、このクライストチャーチトランジショナル大聖堂ですね。これあのなんか段ボールでできてるって言われてて、なんか日本人の方が作ったんですよね、確かね。これすごく有名なんで、早速ね、あの向かっていこうと思います。でもあの今日いいですね、なんか太陽が反射してピカピカに見えますけども、すごいですね、結構大きいですね、まあ、大聖堂だけあって、うん、なかなかね、珍しい形ですよね、三角形つうかあのこういうね屋根みたいになってるんで、はい、というわけでね、これが正面になりますね。これなんかね、他の教会ではね、どこでも見たことないようなね、これ特殊な感じですね。すごい中っていうか正面こんな感じになってます。うん、素敵だ。左はなんかトイレとか、ちょっとなんかこれトイレかな、何かちょっと施設ですね。早速ちょっと中入っていこうかなと思います。教会の中入ろうとした時にですね、日本人ですかって言われて、あの入ってことを言ったら、この日本語で書かれた紙を渡されました。で、撮影 OK なんで早速撮影してみます。なんかね、こんな感じですね、すごい。あのこれ段ボールがね、こういうふうにあるんですよ。わかりますかね、この雰囲気。どこにもね、こういうの見たことないような感じでね、作られてますね。で、椅子もね、こういう感じでね、なんかこれでは見たことないような、ね、感じで作られてて、すごいね、素敵です。あの十字架も段ボールのパイプですね、できてて、すごいね。そうそう、見てこういう感じなんですけど、これパイプも段ボールできてますねすごい徹底ぶりだ、すごい。いやすごいですね、これ他では見たことないですよ、こういうの。なんか懺悔室みたいなとこも段ボールパイプですし、すごいすごいすごい。これはね、後ろもこうなってるんですけどね、いい感じ、終わりですよ。で、中もね、ちゃんと撮影してもらえたんで、すごい良かったです。この教会はね、一度見る価値ありますね。まあ、クライストチャーチは必ず訪れてほしいところです。まあ、クライストチャーチ、さすがね、南島のね、あの最大都市だけあって見どころいっぱいありますね。花もね、すごい綺麗ですし、何より街がね、街っていうかその街並みが綺麗です。ゴミも全然落ちてないし、本当ね、なんか個人的にはお気に入りの街になりつつありますね。 あれで多分人乗れるんじゃないですかね、パッと見たなって。こういうね、街の、素敵ですね。花に囲まれててすごい。なんかね、オーストラリアの庭園でもまたやっぱちょっと違う感じなんですよね。まあ、同じなんか、まあ、イギリスというかブリティッシュスタイルなんだと思うんですけども、それ水があるんでちょっと気をつけていかないと靴が濡れちゃうから、ちょっとで、こんな感じですかね。桜ですかね、なんかもうほとんどのとこ散っちゃったんですけど、これは違う種類のだと思うんですけど、まだ咲いてますね。うん、なんかね、本当にあの素敵ですね。今日なんかすごい暖かくてね、過ごしやすいですね。この植物園ね、ほんといいですね。結構広いですし、花とかもね、たくさん植えてあって、まあ、今春なんでね、ちょうどね、花もね、咲いてる時期っていうのもあるのがいいかなと思います。カモとハトとスズメが一緒にいる光景、シュールです。バッパー行く途中のね、公園でですね、この白い小さいスズランみたいな感じですかね、花がたくさん咲いてるんですけど、いやーこれも綺麗だな。もうね、ニュージーランドはちょっとしたこういう自然がすごくいいですね。花がね、今の時期春だからってのもあると思うんですけど、すごいですね、あっちの方までずーっと白い花ありますよ。まあ綺麗だな、いや本当ね、感動しますね、花が多くて。というわけでね、今回泊まる宿、ジェイルハウスアコモデーションっていうね、
か刑務所をモチーフにしたバッパーに到着しました。早速ね、ここでちょっとチェックインしていきます。次の、ね、目的地のザ・ビクトンに向かいます。まあ、これで南島はね、旅は、まあ、終了して、まあ、次は後半戦のね、北島になるんですけども、まあ、南島ね、割とね、良かったですね。クライストチャーチはとてもいい街でした。なんかね、割と評判がいいっていうのは聞いてたんですけども、坂がなくて、ね、すごく過ごしやすい快適な感じはしましたね。